た。放り込んでくる矢野競り勝つ。ゴール前チャンスになると、ここがファビオ打ついた。もうこれはやむなし。キーパー上後です。いやまだ時間ありますよ。ファビオ追いつきました、1対1。いや本当にね、熊本からすればもう狙い通りの得点ですよね。本当これ最後しのげるかどうかっていうところのね、僕がすればダメージ大きいですよね。今日のようなゲーム、アクシデントのゲームをものにすればかなり大きかった福岡ですが、同点に追いつかれました。ただあのシュート体勢に持っていかれた時点でキーパー上後もうやむを得ません。そうですね、上後を攻めるべきではないですよね。